お世話になります。アムロのガンプラ制作です。ロボット魂ザク2回バージョンアニメを買ってきました。5月19日に発売された商品ですね。先月アレックスが、発売されて、まあ、そちらをね購入しましたので、その流れで今回、買わせてもらいました。はい、まあどちらかと言いますとアレックスよりねこっちを、ザク2回が欲しかったんですが、価格定価がね5940円なんでね、まあなかなか手の出しづらいお値段ではあります。はい、では早速開封していきます。先ほど触れましたが先月発売された、アレックスと対になってまして、エフェクトパーツ、あとねダメージパーツが、付属していて、そちらを使用することで、劇中のねラストシーンを再現することができます。またね交換用の頭部や武器類など豊富な付属品も、魅力ですかね。はい、ということで箱から、出しました。簡単にねキットの解説を読み上げてみます。ジオン公国の特殊部隊サイクロプス隊で運用されていたザク2の改良機、これまでのバージョンアニメシリーズにより培われた技術をベースに進化し続ける造形と圧倒的な稼働を実現するギミック、さらに物語のラストシーンを再現するエフェクトパーツが付属し、シリーズ間連動も充実。はい、ということです。ザク2回というと、まあ、上半身にボリュームがあるというか、特にね胸部にボリュームがあって、まあ、マッチョなガタイの、モビルスーツという印象がありますが、まあ、そのあたりもねうまく表現されているように感じます。アニメの設定に準拠したディティールも、まあ、きっちりと刻まれてますね。アポジモーターやスラスターの内側もきっちりと、彩色されております。アレックスは成型色が白だったのでどうしても透けてしまって軽い印象がありましたが、こちらはねミリタリー系の、まあ、濃い色を中心とした配色ということもあっておもちゃ感はかなり抑えられてますね。成型品そのままというよりは半光沢でコーティングしたかのような質感ですね。まあ実際何か、コート処理されているのかは分かりかねますが、まあ実際に光沢は抑え気味、抑えられていて、いい感じのね質感に仕上がっていますね。付属する武器やエフェクトなどのオプションがこちらですね。一通りの装備は付属しています。その他ハンドパーツやエフェクト類も付属ということです。はい、マシンガンです。マガジンの取り外しが可能ですね。そのマガジンは、まあ、逆側の手に持たせることもできます。さらに、マシンガン用のグレネードランチャーは、着脱も可能です。ヒートホークです。展開形態のものと収納形態のものが、それぞれ付属します。収納形態のものは腰に、マウントができますね。サイドアーマーにマウントされているハンドグレネードは着脱が可能となっています。ロッド展開状態の、ハンドグレネードも付属していまして、持ち手に、握らせることも可能です。はい、手首類はご覧の通りですね、かなり豊富、充実をしています。パーから、まあ、グーまで微妙な変化のついた手首が5パターンで、左右共通になっています。ヒートホークほかただね握らせるだけの手首もありますが、人差し指を少し緩めたタイプの握り手なども付属、しますので、よりねポーズの幅表現も広がりますね。
はい、手首握り手は柔らかめの素材でガンプラのようにカチカチのプラで両方から挟んで固定という形ではありませんが、まあ、変に滑ったりしませんし保持はしっかりしています。交換用の頭部はアンテナ付きと B タイプの2種が付属、します。ヘルメットを差し替えることでアンテナなしの、ディフォルトも含めてね3パターンの頭部が、再現されます。はい、さらに、まあ、人でいうと口に当たる部分の、ダクトですかね、その形状が丸いものと、四角いものが、付属しています。はい、そして、物合いの位置が、左右と中央のものが付属してこちらもね差し替えで、対応ができます。左右の物合いはかなり、端によっていて、まあ、ちょっとねやりすぎ感はありますかね。もうちょっとまあナチュラルなというかベーシックな位置でもね良かったのかなと思います。はい、エフェクトはバーニア用のものが、3つ付属しています。そしてダメージパーツと、エフェクトです。上腕を外して切断された腕を、表現できます。あとはコックピットサーベルが、まあ、貫通したエフェクトが付属しています。別売りのアレックスにもダメージパーツをまとわせて、まあ、2体をね組み合わせることで劇中のラストシーンを表現、できますね。はい、可動はご覧の通りとなります。劇中のようなポーズを、可能とする非常に柔軟な可動域となっています。首は大きく引き出すことができて腰はねほぼ回転はしないんですが引き出して前屈が可能です。肩の引き出しができて、胸部を縮めることができるので、武器のね両手持ちなんかもスムーズに、できると思います。肘の関節も、まあ、ただ曲がるだけではなくですね、回転軸も備わっていますね。腰回りの走行の中でリアアーマーのみ、稼働をしません。股関節ですね、股関節左右個別にスイングします。大腿部も比較的柔軟に動きますが、横方向の股ありはそこまで大きく開きません。膝関節は180度近く曲がります。動力パイプはね軟質素材なので可動を邪魔することはありません。足首ですね、そこまで柔軟には動かないので、まあ、比較的地面の接地性は高くないですかね。上半身と比較するとですね、若干柔軟性に欠ける下半身の可動ですが、まあ、縦膝をすると、分かりますが、バランスの崩れをね、腰から上で補って姿勢を正している感じがあります。はい、以上ロボット魂ザク2回バージョンアニメのレビューでした。普段ねガンプラばかり組み立ててますんでなかなかね食玩とか可動式フィギュアなんかをまあ私がね正しく評価はできないなと思いますけども、まあ5000円台っていうのはねやっぱりなんていうんですかね安くはないなと思いますね。まあ、せめて3000円台でしたらね種類も豊富ですし互換性のあるエフェクトパーツ目当てに、まあ、いくつかコレクションしてみようかなとも思いますが、まあ、5000円台まで来るとね、まあ、あともう一つか二つ何か付加価値は欲しいなと思ってしまいますが、まあ、そういう人はねターゲットにはしてないんだろうなと思います。はい、ただしね、ポージングの自由度の高さだったり豊富な手首のパーツはねそのポージングの説得力をさらに、上げると思いますし、エフェクトやダメージパーツだったり、商品自体の完成度っていうのは、まあ、疑うことなく非常に高いものだと思います。
はい、もうあとはね、価格との兼ね合いで望む人は買えば良いでしょうし、まあ高いと感じる人はね、ガンプラでも十分なのかなと思います。はい、それでは以上となります。どうもありがとうございました。失礼いたします。